千葉県、白子町、白子町ですかね、なんてのどかなとこなんでしょうかっていうところなんですけどね、素晴らしい田んぼのね、一本道を走ってますけど、そう、噂を聞きつけてやってまいりました。あの見えます？行ける？あれ、あれ行けるのかな、あれね、ハインハウスっていうね、潰れたラブホテルなんですよ。行けるのかな、怖えな、ちょっと目の前まで行きたいなと思って。でもここの道でもないんだよな、これ大丈夫か、これ大丈夫か、ダメっぽいな、あれ左曲がれんのかな、ちょっと挑戦してみますか。もうこれ真ん中の草がなんか車はファーってなってると思いますね。ここまでの所要時間は12分です。まあ、ラブホテルのね、田舎のラブホテルっていうのは道が険しいわけですから、これうわ怖えな、すいません、恐怖映像になってしまう可能性が、車が大破するとかね、そんな可能性が、あ、これかな、で出たパインハウス、掘れましたね、やったぜ。でもあれですね、看板らしきものが見当たんねえな、怖えなこれ、うわパインハウス、あ、看板出てくかな、うわすげえな、これかパインハウス、そして、今行きましたパインハウスから、1キロも離れてない同じ白子町、まあ、ここはね、あ、変わった地名が、白子から茂原市になった、右です、千葉県茂原市にですね、もう一つ廃墟のホテルがあるということで、来たんですけども、残ってますかね建物自体が、それもまだ分かんない状態です。もしかしたらもう更地になってる可能性が、目的地に近づきました。ここなんですけど、案内を終了します。目的地、ここまでの所要時間は2分です。運転お疲れ様でした。あれ ないな、ホテル愛っていうね、あのとこに調べてきたんですけど、遊べるマカオっていうね看板は見つけましたけど、あら残念、ないな。さあ田んぼ一本道ですよ、千葉県茂原市のね、こんなに緑に囲まれた地ありますか、ね、皆さんの住んでる、千葉県は一宮町というですね、もう千葉の奥地ですね、海に面した非常に自然あふれる町に来ております。この景色もすごいですけど、ごめんなさい、先にこっちだ、海もいいんですけどね、やっぱり僕の興味をそそるといえばこの廃墟、カエルの鳴き声も、ね、のどかでいいなって感じなんですけど、これはパチンコ屋だと思います。すごいですねカエルの鳴き声が、ほらキングパラス、キングパラス、うちのね多分内房線がすぐ走ってるんですけど、この森ね、やってるのかな、体式マッサージもありますね、すごいポスターの色あせ方、ね、昔のレンタルビデオ屋のパッケージみたいになってますけどね、ほとんど何が書いてあるのかわからない、見えないな。